目覚めませんでした昨日は「はあ!」って目覚めたんだけど <laughs> 今日はちょっと眠かったみたい危なかった二度寝とか二度寝してたら多分起きれなかった。 でもなんか危機感はあるから二度寝するぐらいのなんていうの余裕はなくて多分二度寝してもいけるなっていう余裕はなかったから二度寝しなかったけどキラキラありがとう昨日は。 昨日結構刻んだじゃないですか。 7時45分から8時終わって10時から10時20分までの間寝てない12時25分12時から12時25分の間寝てない14時40分から15時20分の間寝てないこの4枠目と5枠目の間18時30分15時20分から18時30分の間に寝てた<へ>っ新築が立っている。 あっ山織さん新築タワーありがとううわぁから新築ありがとうございます 今日の配信変更変更しますえっと レイニアさんのあのー「キャンキャンルーム」と被っちゃっててので変更 <laughs> 今日はさらに刻み直すのはあ刻むのは無理なので夜ダーッてやりますえっと1枠目これ7時40分から8時でしょ いやいけるなちょっとごめんやっぱいやかぶっていいんだと思うでも優がレイニアさんの立場だったら見てほしい私も「キャンキャンルーム出演させていただいたからあれはねやっぱちょっと特別な感じで見てほしいので。 ごめんなさい配慮が足りなかったってか確認不足そうなんかやっぱうんぐい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  行くのも大事だけどなんかやっぱさ自分がさ自分がこの誰々さんの立場だったらとかめっちゃ考えちゃうんだよね私だから無理私はそれでかぶせて配信なんていや学生メンバーは大変だと思うから全然かぶせるのが悪いというわけではな,ないので私は学生メンバーじゃないから。 ぜんあのちゃんとかぶせないこともできる私が学生メンバーだったら全然 <laughs> そんな配慮できてないのでちょっと寝ようかと思ったんですけどこの配信が終わってから <laughs> やっぱり。 刻みますね。 今日もお昼休みに合わせた方がいいのかな13時40分とかちょっと微妙お仕事行ってらっしゃい頑張ってママにキョレニさんのキャンキャンルームあるよって教えてもらわなかったら やばかった人の気持ち考えすぎて辛くなってる人えっんてこと言ってくれんのコマ大好き。<laughs> お仕事行ってらっしゃい。 よししょえっとこれこの配信は8時までで2枠目が10時から10時半、うん、3枠目が12時から12時半4枠目が22時20分から24時ちょっと4枠目がぶっ続けの長いあれになったんですけど。 よろしくお願いします予定変更ですおはようそろそろお仕事行ってらっしゃいありがとう朝から 今日も、二度寝で二度寝しようとしたよねゆうもそう <laughs> 無理だね二度寝は今日予定があるからスライム作ろう <laughs> ホストするからまたストーリーにもアップしてねありがとうするする今日も気を抜かず楽しんで配信できたらいいなと思います だってさうんそれぞれのルームで作戦があるんだろうからさ <laughs> 難しいよねなんかこう配分っていうかうん うん、おはようゆうはとりあえずこれ終わったらご飯を食べるかイベント期間さいうさ朝ごはんなんてさいつも食べないのにさこの時間に起きちゃうとさお腹空すいちゃう。 ポキも考えてるのポキ全然考えてない <laughs> ただただこう区切って配信してるだけ健康的だわなんかおはよう会社着きました ねえありがとう朝から見に来てくれて頑張ってみんなお仕事今日この後スタバスタバいいねなんかメロン好きだったらあのメロンのフラペチーノめっちゃ美味しいらしいよ私はあんまりメロン好んで食べないからさあれ飲まなかったけどアンナが言ってた おはようあんなちゃんの好みでもなかったえめっちゃメロンっつって喜んでたけどねめっちゃメロンユウはスイートミルクコーヒーの方が好きです タコさんんもたくさんありがとう <laughs> いつも言いながら笑っちゃう「タコさんたくさんありがとう」スイートミルクコーヒーあのチャットに最近私があげてるほぼミルクのコーヒー「パ飲むパピコ」みたいな。 500575日目ですねおおおお。俳句風に関そうねそういう無茶ぶりやめて全くできないんだから国語苦手なんだから。 絶対この1週間こういう生活になるだろうなスピンでダラダラ話す朝メイクなんてできない朝早くから大阪の肉まん五551だね NGT48 の木本優菜ですイベント参加中なのでぜひキラキラ」を投げてくださったら嬉しいです ですよどこに色がついてるっていうのを眉毛にも口にも口もね色素ないんだよね。 もやし定食もやし…マジで料理配信もしたいんだよねもやしつくね作る配信したいキッチン片付けて初めてのキッチンからお届けするスタイル <laughs> やりたい明日の夜やろうかな 作り終わったらそこで一回壇上,壇上読んでここ戻ってきて普通に配信するおやばいママがキッチン使っていいよって言ったから。 まあ13いかじゅぽんさんありがとうございます十二いミみれパぱさんありがとうございます十一いちたさんありがとうございます十0いはまっさんありがとうございます9いりやまさんありがとうございます八位よこりんさんありがとうございます七位ガッティさんありがとうございます六位としさんありがとうございます五位しょうたさんありがとうございます四位片山さんありがとうございます三位あべベポキさんありがとうございます二位まこいもさんありがとうございます一位やまわりさんありがとうございます 今回もたたくさんコメントトギフトありがとうございました全部読めなくてごめんね。それでは今日,今日も一日頑張っていきましょう。ストーリー載せます。更新します。次は10時。来てくれてありがとう。今日も頑張ろう。それでは皆さんお仕事頑張ってね。 いってらっしゃいごきげんよう